通勤快速のコンセプトではあるんですけどももともとうちあのコペンという車をやっててまあそのノウハウがあったもんでもういきなりあのバカッパヤのチューニングカーなんですけどまあ見ての通り見た目はほとんんどノーマルなんですよねで外装色はあの大阪のショーアップさんのところの塗料を使いましてちょっと純正のパールホワイトよりも。 あの違った感じに、ね、あの光が当たったらちょっとピンクになったりするようになってますアルミホイールがレイズの16インチタイヤはアドバン052 195でい19いうサイズ入ってますこのタイヤサイズ軽自動車にしてはすごく太いんですけどもこれを履くためのサスペンションだったりセッティングっていうのをうちで作っておりますエンジンに関しては 660cc っていうのはそのままにこう見えて一通り手が入ってます えー、もうコンロット、ピストン、えー、カムシャフト、ターボチャージャーに、吸排気マフラーまで、えーまあ、ほとんどそうです、ね、既製品であの構成できるんですけども、はいあの、馬力で言うと、もう係数かけずんで、ね、160馬力とか、えー、もう純正ね3倍近い出力出してます。 でまあ、この車自体あの実際僕の通勤の車なんですけどもあの通勤で使えるレベルであの触媒もついてね車検対応マフラーで、えー、外観もそんなにこう派手にしすぎずにでも、まあ、サーキットも、えー、それなりに一丁前のタイムで走れる、まあ、クラブスポーツ的な感覚ですかね。 正直言ってですね、ちょっとこやりすぎなんじゃないかなってところもあると思うんですけども涌さんねこれ,これ軽自動車っぽくないっていうか軽なんだけどあのこういろんな軽乗り換えていくうちにこれは軽に乗ってないんだっていう錯覚が起きてしまうような、えー、そういった意味でも多分おそらくパフォーマンスも、あのー、高いし、まあ、車自体の多分、えー、根本的なね製材能力があるとは思うんですけども、まあ、ここまで仕上げてきて。えー まあ K と呼んだらちょっと失礼だなっていう感じはしました。ちょっと乗ってみたらですね、びっくりする加速感とかパワー感で660ながらびっくりしました。で最高速も200を超えて211キロまで出てるんで。 ちょっとこれびっくりな車ですね。えー、まあ、あの全然バンクの中も、えー、恐怖感もないし、あのー、安心して、えー、乗れた1台です。とにかくね。軽で660でやっぱり210キロ出るってすごいと思います。